3日目始まりました。なんか昨日マサさん大変だったらしいよはい、今日はギターサミットは2日目なので、まあ昨日大体話したからなんかダラダラしようかなと思います。サボりたいよね、そろそろ。なんていうか歩き回るのやめてさ、ちょっとパン食べたりさ、普通にパソコンで仕事したりしたいと思ってるんですけど、どうなんでしょう。今日の夜は多分エブベシーズのアレスとご飯に行く気がします。はい、ということで始まります。会場に着きました。今日は2日目なんですけど、土曜日なんですよ。なんで多分一般オタクが集まってる日だと思う。ドイツのベーオータたち、まあベースだけじゃないか、でもなんか明らかにベース多い気がするけどな。はい、ということで始めます。ここはヤマハのブースですね。ベースは BB とかネイザンイーストモデルとかビリシーンとかをアンペグで弾くわけですね。なんか最近ヤマハのさ、ベースをめちゃくちゃ弾きまくるあのイタリア人っぽい人流行ってるじゃん、インスタで。あの人このあの会場にいてたまにいるんだよね。すげえベースうまいの、めっちゃ弾いてくれる、いい人っぽい。アイバニーズブースですね。ここも本当なんか例年人すごいんですよ。やっぱなんかベースのとこにはオタクっぽい人がすげえいるわなんかやっぱイケてるブランドはなんかね、思想環境がすごい整ってんの。あんまなんかここ微妙かもみたいなとこは思想のアンプとかないなんか今年は日本人っぽい人が去年の倍ぐらいいる気がする。まあ倍って言っても去年2人だったのが4人になったみたいなもんだけどねアリアプロ2も出してるんですよね。何なんだろう、これどっかの楽器屋さんがやってんのかな。あとなんかこっちの発音とかも相まって、ストランドバーグとかスタンバックとかあのサンドバーグとかが分かりづらい、すごい聞き取れないんだよね。レイワンズブースですね。最近っていうかまあ昔からここの呼び方が話題ですけど、ネイオンレースとかそういう感じらしいですよ、実際のところは。まあでもこれ多分国によって全然呼び方違うと思うんだけど、本国の人はネイヨネーズみたいな感じでした。本当にネイヨネーズなんだみたいな感じですよね。メイワンズはこのちっちゃいベースもすごく魅力的ですよね。最近微妙にこのちっちゃいの流行りつつあるような気がします。2階のフロアに来たんですけど、こっちは多分出店料が1階よりも少し安くて、ちっちゃいブースが多いです。このブランドのそのアコースティックみたいなベース、これかっこいいんですよね。はい、ピックアップにはピエゾが入ってるんですけど、なんかトップ材の下にマグネティックを仕込めるみたいなことでした。やばい、なんかいつも割と空いてるオタクコーナーなのに人めっちゃ多い。マーローのブースですね。はい、マーローすごくドイツで人気があって、はい、ビルダーの人たちもなんかマーローのことはすごく尊敬してるような感じです。かっこいいね。ベオタだから今日も来てる。今日も毎日でなんか日本人がちょいちょいいる気がする。あ、見てるだけかな、分かんないですけど、多分エキシビターの方、展示者の方だと思う、うん、あんま客としては見てないかな。あ、そうなんだ。なんか僕的には去年の3倍だなって。あ、まあ1人から3人、はい、そうそうそんな感じですこのドライベルっていうエフェクターブランド、すごく素晴らしくて、このこれとこれはコンプレッサーの機能があるんですけど、それが本当に良かったです。でこれなんだけど、バッファードバイパスにしたり、ローインピーダンス用にしたり、ハイインピーダンス用にしたり、ギター用にしたり、ベース用にしたりっていうことを、このなこういうファンクションがあって、それでやっぱ音がすごい変わっ
るんですよ、まあ、当然なんですけど、はい、でもそれがすごい良くて、でこっちもまあ名前から想像できると思うんですけど、はい、モチーフにしたそのいいやつをモチーフにしたやつで、こっちもこっちですごい良い機能がたくさんあって、でこの2つのコンプレッサーは確実にベーシスト受けするなっていうことで、うちはコンプレッサーめっちゃ得意だからやるの、はい、これとりあえず入れようかなと思います。であとこれユニバイブ系の幽霊系とそのプリアンプ、まあ、ここら辺はギター用なんですけどトニック用にいいかなと思ってて、とりあえず入れようかなって思ってます。でまたいるわ、本当オタクんだから。えどうですかコンプ、あこれめっちゃいい、めっちゃ買う、買う、ほらほらヨーロッパの有名エフェクターレビューアーが買うって言ってるから間違いない。ユニットどっちが好き、こっちプリアンプ的にも使える、うん、これめっちゃ良くて、うん、でこっちはなんかもうサウンド自体がちょっとウォームに温かくなる、うん、俺結構こっちのが好き、そうこれ結構面白い、うん、キャラ求める人こっちですよね、分かりやすいっていうのは、そう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 なんですよ、分かりやすい、でもまあちょっとモードの切り替えとかいろいろあったり、そうそういうのはね、ここら辺はちょっと複雑なんで、ね、説明書見て勉強しなきゃいけないけど、ね、こっちの方がよりこうあのクロート好みっていうか、クロート好み、こっちは、ね、あのもともとこれが多分あのウーレ11のアナロック系の、うん、そう地系の FET のあれで、うん、こっちが、まあ、何か分かんないけど多分なんかオレンジスクイーザーとか多分そこら辺のやつ、ちょっと早口になったら申し訳ないですけど、あオタク特有のやつだっていうことでこのブランド始めようかなって思います。アコースティックギターのフロアなんですけど、クラシックのやつの他にもこういう先進的なのが結構あります。やっぱヨーロッパの人たちってデザインかっこいいですよね、最近暑いなと思います。まあ元から暑いんでしょうけど、このギターみたいな楽器があってこれすごいんですよ、なんかネックがないっていうか、新しい。It is not guitar? No, not guitar. Right? Yeah. Looking so nice. Yes. このストラディやばくないですか？スリークエリートが輸入してるあれなんですけど。ストラディのブースですね。ストラディはスリークエリートと仕事をしてるんですけど、本当にすごいブランドで、まあ、僕はルックスしか知らなかったんですけど、今日初めて弾いて、その良かったです。普通にちゃんといい、うん、あの見た目だけのブランドも結構あるんですけど、このブランドは本当に、うん、情熱があるし誠実だし素晴らしいなっていう風に思います。例えばこれとか超でかいホローボディなんですけど、ピエゾとマグネットがこう同居してて、はい、あビールが隠れてるはい、だからねそういう、どういうスタイルでも彼は作れるし、そしてそのなくさないじゃないですか、そういう個性を、それがやっぱかっこいいですよね、うん、こういうブランドヨーロッパはたくさんあるから本当熱いです、最高、超大好き。プリターン、あビデオ、いや、あははは、あははは、so great、thank you。 2日目のギターサミット終わりです。めっちゃ人いる。今日の夜は、エブベーシーズのアレスにご飯誘われてるから、それに行こうかなと思います。あのイケメンのね、アレス、そうエブベーシーズは今回1本オーダー入れたから、はい、もうすぐ日本に来ますね。今日はあとはドライベルっていうエフェクターブランドをやりますね、始めます。であとアイヒってアンプブランド、もともとテックアンプですね、はい、そこの乗れるやつ、ベーシストが乗る用のボードと、あとは座るアンプ、いや椅子、はい、それらはなんか音量出さなくてもこう振動を感じられるから、すごいこの感じられるんですよね、いろんなものすごい良くて、それが、はい、それやろうかなって思います。今日は新しくゲットしたのはそこら辺かな、まあ、あとは普通に仕事してた、はい、ということで飯でも行こうかなと思います。ドイツ4日目、始まりました。いやなんか眠たすぎてずっと寝てた、もう昼で、ギターサミット3日目で今日が最後の日なので、まあちょっと今商談してる相手に、まあじゃあ後で E メールするわみたいな話をして、あとはもうゆっくりして終わりかなっていう感じです。
なんかマサさんは張り切ってるから多分もう行ってると思うけどね。はい、同じホテルなんですけど別コードなんですよ。なんか新しいブランドいくつかあるんですけど、まあ1個強いてあげるんだったらアイヒっていうブランド、アンプブランドですね。はい、そこはちょっと一緒にやろうかなと思うから最後の話をしようかなと思います。であとは、ドライベルか、ドライベルってエフェクターブランドも、じゃあまた後でねみたいな話をしようかなっていうふうに思います。あと何かな、まあでもそんな感じ。あの去年とかは知らないブランドが多かったから、なんか新規の取引の話がすごい多かったんですけど、今回は割と知ってる人ばっかりだから、まあなんかいつもとはちょっと目的が違うっていうか様子が違うっていうかっていう感じはありますねっていう感じです。もうこの会場通いすぎてもうなんか新鮮味とかない。だってさ、2019年に3回来て、2022年に3回来て、今回3回来てさ、もう9回目でしょ。来すぎじゃない？やばい、もうほんと、オタクの鏡だね。っていうことで最後の挨拶回りでもしてこようかなと思います。意外とちゃんと仕事してんね。っていう感じで、挨拶回り終わったのでもうちょっと外行って仕事でもしようかなと思います。結構今年も楽しかったですね。はい、で、今回のドイツの旅はこれで終わりじゃなくて、実は明日ワービックに行きます。はい、ワービックの副社長が前ギークンボックスの横浜に来てくれたんですよね。でその時にこうつながったあれがあって、でドイツ行くからその時に遊びに行くわとか言ってたら、おー昨日ホテルとか手配したろわみたいな言ってたから、ちょっと言葉に甘えて遊びに行こうかなというふうに思ってます。今日まだ昼間なんですけど、ちょっとこう仕事しつつビール飲みつつリラックスしてまた明日行こうかなというふうに思っております。あ、でもその前に美術館行きたいな今日。はい、っていう感じで、あとはバカンスです。ちょっとミダサミと終わってもう飯食いに行きました。レオっていう変態とマサさんっていう変態違う、今みんな変態だからねっていう、この人たちと明日ワービックに行きます。デカ肉去年も来た。美味しいレオ。美味しいです。まだ食ってねえだろっていう感じです。バイ。